じゃあ次はですね、ここに僕はピッケルを刺しとくんで、このピッケルを超えるまでちょっと我慢してスピードをつけて、このピッケルの横に来たら止め始めると。起こさなくていいですからね。横に見えたら止め始めて、あのリュックまでの間には止める練習をしますので、ちょっとやってみますね。やってこんな感じ、OK、で、まあ、できれば足上げろって言うんだけど、これはまあ意識ができればいいけど、まずは刺して止めることが前傾だから、あの足をこう上げることに意識して止めるのが遅れたりとかするよりは、あの足はどうでもいいから、とにかく止めるっていうのが前傾で、まずは練習してください。はい、 OK、 はい、ここです。はい、OK、 はい、こらえてこらえて、はい、 OK、 はい、 OK、 はい、あれが前穂高岳、前穂高岳の1歩、2歩、3歩、4歩、5歩、6歩、6歩の左側の見えるかな、ちょっと拡大してみようかと。あそこにこう、あそこになんかちょっと岩があるんだけど、あれがなんかタヌキに出るから、タヌキ岩。あっいただきます。ちょっと見せよう、本当に担々麺です。はい、ゴールデンウィーク限定だそうです。どうなすの、あのメニューにしてほしい。何、署名を集めなくてだね。いただきます。お待たせしました。あ、うまい、うまいです。疲れた体にこのしょっぱさ、この辛さがちょうどいい。いや、これは定番にしてほしいです。ちょっとスープを飲んでみよう。うん、うんうん、ああ、皆さん準備できましたか？はい、いや、いいね。なかなかでもね、この季節にこんなにまったり山頂でまったりできるっていうのはなかなかないんで、